犬焼き年でございます。議長のお許しをいただきましたので、質問をさせていただきます。その前に、質問の前に、先般の大雪、大変ご苦労様でございました。被害に遭われました方々に、通信でお見舞いを申し上げます。また、除雪対策に当たられました関係者の皆様の、本年に惜しまないご尽力のおかげで、記録的な大雪を乗り越えることができまして、そのご苦労に深く敬意と感謝を申し上げたいと思います。想定外の新しい問題に直面され、本当に難儀されたことと思います。これからそれらを十分検証していただき、今後の教訓として生かしていただきたいと願っております。それでは次の3項目について質問をいたします。昨日から大変お疲れかと思いますけれども、よろしくお願いをいたします。一問一答でお願いをいたします。1番目の給水制限について、水源の確保でございます。今回の1ヶ月間にわたる広範囲の給水制限は、これまで水道の蛇口をひねれば当然のように水が出るものと思い込んできました勝山市に住む私たちに、水のありがたさ、尊さ、そして大切に使わなければという思いを改めて感じさせる出来事でございました。しかし給水制限を受けられた地区の皆さんには、水のないご不便な生活を強いることとなり、大変なご迷惑、ご苦労をおかけすることになりました。給水制限は市民の皆さんも、なんでといった感じで受け止められていて、大雪による除雪の疲労も重なって、私も苦情を耳にいたしました。来年以降は決してこのようなことがないように何とかしなければと強く感じました。私は昨年の今頃、3月議会の質問で、1月に一部の地区で短期間ではありましたが、給水制限がありましたので、その対策について質問しております。その内容は、雪がなく、融雪の水を使用するわけでもないのになぜ水が足りないのかといった質問でありました。ご回答は、例年ですと10月、11月に井戸の水位が一時的に低下するが、今年は1月になっても水位が回復しなかった。2月には水位は回復した。今後、水位の変動を注視し、漏水調査、そして修繕、節水依頼などの広報体制の強化を図りながら、新たな水源について検討する旨の内容でありました。この度の給水制限は2年続きで、しかも範囲が広がり、1ヶ月間に及ぶものでした。来年以降のことを考えますと、この水不足の問題は勝山市として非常に深刻な問題であると受け止めなければならないと思います。昨日から4人の議員の方から給水制限にかかる質問がございました。理事者から真摯に対策を検討されている説明があり、理解しましたので、重複する部分の質問を省きまして、対策の決め手と思います水源の確保に絞ってお尋ねをいたします。私は今後、当初は水の需要は増大すると考えます。それはこれからも観光客の増加を目指し、宿泊を含めた長時間の滞在、平日にご来訪いただく平準化の取り組み、お土産品の生産加工促進、スキーシーズンだけでなく、通年型の観光振興等、これから観光産業を支え維持していくには、どうしても水を利用することになりますので、水の需要は確実に
増加いたします。つまり水源の確保は当地にとりましては不可欠なものでございます。そこで2点について質問をいたします。昨日 昨日の帰山議員へのご回答で、複数の井戸を掘ること、例えば諏訪地区においてとのことで、それには時間がかかるとの内容であったと思います。素人考えのでございますが、井戸を掘るのにそんなに時間がかかるのでしょうか。ほかに井戸がございますが、どのようなのであったのでしょうか。立川の水源地は深さ40メートル掘ってあると聞いておりますので、温泉を掘るわけではございませんので、そんなに時間が必要なのかと疑問を持ちました。新年度に完成できないものなのでしょうか。もう一点は、吉田議員への回答で、浄土寺ダムからの取水を考えているが、相当の費用と時間がかかると話されました。ダムからの取水となりますと、どのような取り組み作業が必要になると理解すればいいのでしょうか。配管をすれば済むということではないかと思います。その辺、もう少し取水をするにはどういった手順となるのか、その費用期間のおよその目安が分かればと思います。まあ、現段階でのアバウト的なものでいいですから、お聞かせいただきたいと思います。佐賀井建設部長。給水制限についてお答えいたします。今までのお答えと繰り返しとなります。まあ、その分については削除ということでございまして、まず1点目の新たな井戸を掘るのに、まあ、時間がかかるのかというふうなご質問でございます。今現在、排水給水制限をいたしました、片瀬平泉地区につきましては、立川、それから、大渡り、それから和解の塔に井戸を掘っております。で、倉田議員のお話にもございましたけれども、井戸を掘る場所をまずは特定をしなければ、当然立川水源地で掘りましても、干渉しますし、どこで掘るかというふうなことをまずは調査をするのに、やはりそれなりの、専門的な技術、業者等に委託をして、まず場所の選定をする必要があるというふうに考えております。また井戸を掘りましても、まだ掘っただけで、その場所が例えば、近くですと干渉しますし、また別のところとなりますと、そこから排水池までの、送水管であったり、取水施設、それから当然また今現在は立川水源地の方で、一括管理してますので、そういった電気系統、配管、制御盤等の施設も、必要となりますので、単年度、2か年で、できるかどうかということで、単年度ではやはり難しいというふうに考えます。それから2点目のご質問のダムからの、取水というふうな手段が考えられるというふうなことでございますが、どういった手順になるかというふうなご質問でございます。これにつきましても、当然認可等の必要性がまずあるかどうか、第6次で、そういったダムから取るというふうな認可にはなっておりますけれども、今現在、
観測ろ過というふうな手法がちょっと違いますので、まあ、その手法の検討からやはり認可の届け出が必要になるかどうかの検討であったり、当然補助事業で当然やりたいというふうなこともございますし、まあ、その補助になるかどうか、そういった補助との申請、まあ、関係省庁と、省庁というか関係部署との協議も必要になります。で、実際、まあ、設計をして認可等も通った後ですけれども、今度はその実際の実設計等にも必要となりますし、そうなると浄水場をどこに作るかというふうなことも考えなければいけません。で、浄水場を作るとなると用地買収等も必要になりますし、また単にそのダムから送水管で送るというだけではなくて、浄水場の、まあ、整備、それから、まあ、先ほど、まあ、送水管、それから、まあ、当然浄水場となりますと建屋とか土木建築工事も必要となりますので、何年かというふうなことについては具体的にその申し上げられませんけれども、やはり複数年の期間を要するというふうに考えております。ただ、今までの答弁でもお答えいたしましたように、新たな、水源というふうな確保については、急務であるというふうな判断をしておりますので、今お答えいたしました新たな井戸を掘るのか、または、浄土寺ダムからの取水をするのかということは、早期にも判断をして、例えばそのダムからの浄水場を新たに作るというのが非常に多くの年数がかかるんであったら、井戸も掘って、その間、つなぎというとおかしいんですけれども、代替案として作るというふうなことも含めて、どういった手法が、早期に解決の道へ導くかということについては、新年度に入りましたら、早期にやりたいと思います。ただお金がかかることは、お金というか、まずその調査にしてもお金がかかりますので、現在30年度につきましては、その予算は、計上してお願いしておりませんので、その点も含めまして、早急に判断をいたしまして、議会にもお諮りをしながら、進めさせていただきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。11番。ダムからの取水につきましては、複数年というふうなことがかかるというようなことをお聞きしました。新聞にですね、ダムからの取水も考えられるというような言葉が出ておりましたので、市民の皆さん、本当に簡単にですね、すぐに取水できるのかというような思いで簡単におっしゃられる方がいらっしゃるんでございますけれども、その辺ですね、今のお話をお聞きすると軽々に申し上げてもいかないかなというふうに私自身が、そう思ったところでございます。したがってそうなりますと、やっぱり新しい井戸を掘るっていうんでしょうか。で、私は提案といいましょうか、一つ掘る場所の一つにお考えいただきたいと思うのは、先ほどの倉田議員の300メーター以上離れているというふうなことをおっしゃっておりましたけれども、反対側というか山側ですね、つまり大師山周辺、つまり今回大変ご迷惑をおかけをしている、片瀬地区周辺といいましょうか。で、仮ヶ原もそうですし、宝厳寺もそうですし、山からのやっぱり降ったこの伏流水がですね、を利用して、水源に貯水しているというふうな、ことを聞いておりますので、そうなりますと、大師山に降った山のその雨がですね、下にこう浸透していてと。で、実は片瀬 その大岩のあたりはですね、私どもは昔からですね、その思っておりますのは、沼地であったんですね、あそこは。で、勝山城のですね、
お城のその周辺の大堀の水はのルーツは実はあの沼地から来てるんですね、実は。それ以上上の方には大きな川がないんでね、昔はですね。で、したがって僕は あそこの沼地があったところ周辺にですね、きっとそういうその水脈があるんじゃないかなという、まあこれは希望的観測でございますけれども、まあ、そういったことをもう一つ芭蕉の選定にあたりまして少しお考えいただきますと、笠瀬下のその下といいましょうか、朝日町地区であったり昭和町あるいはその下の長山町というんですか、あの辺大変、給水制限があった地区でございますので、まあ、そういったところにも少し、まあ、発見できればですね、できるだけ早くですね、やっぱり、なるように、できるように、その給水制限がないようにですね、やっぱり全力を挙げていただきたいなというふうに、まあ、思いますが、まあ、私のこの場所の選定の提案につきまして何かございましたらお聞かせいただきたいと思います。坂井建設部長。議員ご提案の大師山周辺、ま、片瀬に、ま、そういった、ま、沼地であったというふうな、ま、過去のご意見でございます、ま、ま、今回も給水制限におきましても、ま、取水が、ま、少なくなったというふうなことでございまして、ま、安定的なその地下水の、ま、取水ができるかどうかというふうなことが非常に、ま、大切なことだと思います。またいろいろと、まあ、そういった、まあ、過去の、まあ、地形といいますか、まあ、そういう案件と、まあ、ことも含めまして、検討させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。11番。よろしくお願いをいたします。次に2番目のですね、勝山市観光まつづくり株式会社について1行政支援の強化でございます。民間のお立場で当市の観光産業振興の重要な役割を担う当観光まつづくり会社が昨年設立され、大きな期待の中で意欲的に動き出していますことに関係者の皆さんにまずもって敬意を表します。当市が基幹産業として位置づけ強化を進めている観光産業振興の行政の今の大きな役割の一つは、民間が使命感を持って一生懸命取り組みを始めている小事業がうまく進展するように幅広い分野から支援し、当会社の運営経営が順調な滑り出しをし、それが今後軌道に乗るようにしっかりとした体制づくりができるように適切なバックアップをしていく、今は育成していく、そんな初期段階にあると認識いたします。いたずらに立ち上げ間もない当会社の責任において、当市観光振興の中核となって準備を進めることを求めることは現時点では土台無理でございます。順調な滑り出しができなければ行政にも市民の負担にも跳ね返ってくる。ここは慎重に判断し、適切に役割分担を明確にして支援を強化すべきであると思います。特に観光産業の取り組みは当市にとりましては歴史も浅く、したがって行政と民間が役割を分担し協力し、知恵を出し合ってそのノウハウを積み重ね、共に切り開いていくことが基本であると思います。裾野の広い観光産業が経済として定着活性化することによって、当市の雇用の創出、所得向上、
人口減少対策等につながる道を目指すべきであり、このことは時代のためにも、次の代のためにも、ぜひとも私たちは成功させなければならないと考えます。今は適切な支援強化をすべきと考えます。当会社への支援について、どのような見解をお持ちかお伺いをいたします。水上商工観光部長。勝山市観光まちづくり株式会社についてお答えいたします。行政支援の強化についてお答えいたしますが、答弁に入ります前に、今ほどの乾議員のご質問の中で、観光産業を基幹産業と位置づけているというふうな表現がございました。私どもは、この基幹産業と位置づける、あるいは位置づけて強化を進めているということではないというふうな認識を持っております。勝山市の基幹産業としましては、やはり繊維産業、それから農業、こういったものを位置づける中で、観光の産業化、これを進めていくと。そういった中で、この観光産業が非常に幅広く、こういった基幹産業に対しても影響を与える部分がありますので、結果として、観光産業を進めることが、勝山市の基幹産業を含む他の産業、幅広い産業を支援することになると、そういうふうに考えておりますので、この部分の表現については、ご訂正いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。勝山市観光まちづくり株式会社は、日本版 DMO の広報法人の登録を受けておりますが、DMO の主な役割は、地域の観光をマネジメントする、あるいはマーケティング活動を通じて、観光誘客により地域全体の利益を向上させ、地域経済を活性化させることであります。DMO 自身が配当を目的とした活動を行う、そういったことは考えておりません。そのため、勝山市の観光振興を担う DMO の活動に対しましては、指定管理業務や委託業務を含む、さまざまな形での協力、あるいは支援が継続的に必要になると考えております。平成29年度においては、会社設立から間もないことから、補助事業および委託事業を活用した立ち上げに対する支援を行ってまいりました。本格的な事業活動がスタートして2年目となります平成30年度におきましては、当初予算案の中で、観光まちづくり株式会社への補助事業を平成29年度と比較しますと、補助事業を大幅に減額し、基本的にイコールパートナーとしての委託事業化する形を目指しています。また、新たにジオターミナルの指定管理をお願いしてまいりたいと、そのように考えています。会社としましては、収益の最大の柱として位置づけていましたジオターミナルの飲食物販事業が、半年近くずれ込んだというのが、今、一つ課題としては上がっているところでございます。今後、観光まちづくり会社が日本版 DMO として、観光地経営の視点に立った観光地域づくりを進めていかなければ、勝山市のこの観光産業そのものが、県内外との地域間競争を勝ち抜くことは難しくなると考えます。県内をはじめ、全国各地のこういった類似 DMO の中には、一般社団法人格、あるいは第三セクターの形を取り、職員派遣を含めた行政支援を行っているところも多数ございます。観光まちづくり株式会社は、株式会社としての形態を選択していますが、その目的は同じと考えます。勝山市といたしましては、長期的展望に立ち、観光の産業化を担う同社を、今後の勝山市の観光振興を担う組織として位置づけ、勝山市が現在直接実施している観光施策の一部を委託、また観光施設の指定管理を任せるなどの支援をしていく必要があると、そのように考えています。11番。先月でございましたが、
まつりづくり会社の代表とですね、私たち議員が話し合う場がございました。その時代表が言っておられましたが、今は経営のことで頭がいっぱい、そのことに全力を挙げているというふうなことが、そういう言葉が心に私は残っております。まあ会社は当然目の前の経営がいかにあるかということで、成功させるために全力を挙げているということは、まあ当然のことでございます。まあ、しかし東協会のですね、役割というのは、民間の立場で都市の観光産業の振興を進める、関係市内の業者にも稼ぐ力を養っていただいて、そういった機会を作ってぜひ発展させていきたいというふうな思いが、大きな役割があるかと思いますけれども、しかし立ち上げ間もないこの今の当会社ではですね、人的にもなかなかやはり手が回らないというのが、まあ現実かと思います。今は立ち上げの初期の段階だと思います。で、私はなんとかですね、前から行政からの人的支援ができないかと、まあ試案をしてきました。山田議員がですね、よく、まあそれは当然のことでございますが、法的には公益法人でなければ職員の派遣はできないと、まあいうようなことをおっしゃっておりまして、まあ都市の場合は 25% でございますので、出資額が、まあ、50% 以上のオバマ氏に方式といいましょうか、であればいいのかと思います。まあ、しかしですね、まあ、そんなこともありまして、なんとか考えられないものかなというふうなことで、長野県のですね、ある先進的なまちづくり会社を視察をしてまいりました。これ同じまちづくり会社でありますけれども、驚いたことにですね、勝山市との類似団体、2万3000人前後かと思いますけれども、職員が220人に対しまして、まちづくり会社の職員数は110人ということなんですね。つまり民間のレベルにおいて非常にやっぱり積極的に観光産業を軌道に乗せているということではないかなというふうに思います。そして市からですね、3人の職員を祭り会社に派遣をしているとのことでございまして、聞くところによりますと、それは訪問した市だけじゃなくて、長野県内のそういう町づくり会社はみんなそうだと、まあ、こういうふうに今おっしゃられておりまして、びっくりをしているような状況でございます。なんとかですね、今この人的にフォローすべき時でございますので、まあ、こういったまあ先進地のその体制なども参考にいただいて、まあ人的なですね、これはずっとじゃなくて、今の段階においてですね、立ち上げの段階でございますので、まあ補強すべきではないかなというふうに考えますが、まあなんとかいろいろと研究いただいて、そういう体制というのはできないものかなというふうなことを思いますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。水上商工観光部長。
ただいまの再質問にお答えいたします。長野県、私どもも近々視察にも行きたいということで今準備は進めていますが、まちづくり会社とともに準備を進めていますが、一般社団法人のおそらく観光局の形かなと思います。研修派遣という形で数年にわたって複数の課長級係長級を出しているというところがたくさんあります。また第三セクター、いわゆる 51% 以上の出資比率で、第三セクターで過半の株を持っているところにあっても、そういったところはあります。ただ勝山市の観光まちづくり株式会社は、いろんなこういったケースを検討した中でやはり最も自由度が高く頑張る形として現在の行政出資比率 24% というこういった株式会社の形態を取っています。そうなりますとやはり人の直接派遣というのは難しいというのが現状です。いろんなケースについては研究をさせていただきながら人の派遣にこだわらず目的は同じなので行政としてどういった形で支援ができるのか、幅広い観点から研究をしていきたいと思います。基本的には観光まちづくり会社が収益を配当は目的としなくても会社としてきちっと自立をして自らの再投資をしながら自ら雇用も増やしていってなおかつ地域の観光全体をマネジメントする、そして勝山市が担っている観光振興の一部を受託をしていく、半分ぐらいを受託していくというような形を目指したいと考えておりますので、幅広い観点からの立ち上げ当面の支援、それから着地をした後の形、そういった形の中で検討させていただきたいと思います。11番。なんとか知恵を出してですね、勝山市の観光振興、特にその今のまちづくり会社が順調な滑り出しができるようにですね、やっぱり全力を挙げて支援いただくような方法をお考えをいただきたいなというふうに思います。次に2番目の IT 情報技術等の活用促進でございます。昨今の経済に関わる報道はですね、広い各分野において IT をてこに生産性を高める動きの情勢を連日伝えております。 IT を駆使した社会の進展はただ驚くばかりでございます。観光産業を危機感、産業ではございませんけれども、観光産業を大きな投資の産業として位置づける投資にとりましては、サービス産業の分野におけるこうした先端機器を導入活用は経営運営の根幹となすもので、その対応の強化はとても重要でございます。このことは私はこれまでの議会一般質問でもその対応の必要性を述べてまいりました。投資への来訪者はお子さん連れの若いご家族が多いので、若い世代に対応できる体制準備が特に求められると思います。またインバウンド対応としても積極的に進める必要もございます。昨年投資において観光客が現金でなくクレジットカードで支払いができる体制の取り組みを進められたことは一歩前進と評価をしております。そこで IT 活用においてお伺いしますのは、この4月にオープンするジオターミナルですが、その案内所における市内飲食店、宿泊、物販、製造業との情報把握、伝達方法の実態はどのようであるのかお伺いをいたします。北川観光課長。
勝山市観光まちづくり会社についてのうち IT 等の活用促進についてお答えいたします。全国的に IT を観光分野におきまして積極的に活用する動きが高まっております。観光分野におきましても日本の IT 活用はただし世界標準から10年以上遅れているということも言われております。具体的な観光分野での IT 活用の事例につきましては観光地でのナビゲーションサービス、バーチャルリアリティの導入、ウェブサイトやポータルサイトの構築による情報発信、タッチパネルメニューによる画像による紹介やメニューの多言語化など、クレジットカード及び電子マネーの電子決済の設備などが考えられます。 IT を積極的に活用し効率よくサービスを提供することは観光客の利便性向上につながるとともに今後のインバウンド対策にもつながることから積極的な活用が必要とは十分認識しております。平成30年度当初予算におきましては、小規模事業者へのクレジットカード及び電子マネーの決済端末機を整備する費用の助成、地域おこし協力隊の企画によるバーチャルリアリティやアニメーションを活用した勝山市の魅力発信などを計画しております。ご質問のジオターミナル観光案内施設からの市内飲食店や宿泊場所等への予約や情報把握につきましては、本年1月に新規採用いたしました地域おこし協力隊員がちょっと高いちょっと IT スキルを持っておりますので、それを活用しまして市内の飲食店が多忙な時間帯等におきましても使いやすいシステムが何か作れないかということを今ただいま研究をしているところでございます。ただしまずはスタートの時点に関しましては電話による予約体制、そこからやっぱスタートすることになるかと思いますが、そこから始まりましていろんな問題点とかも把握していきながら徐々にレベルアップをしていきたいというふうに現在は考えております。11番、一歩一歩ですね、着実にやっぱり進めていっていただくようにお願いしたいと思います。今は電話による連絡というようなことでございますけれども、現実はそういうことであるという認識から私たちはやっぱり始めなければいけないのかなというふうに思います。これこういうのはですね、四国の葉っぱビジネスですか、ああいう場合なんかでもやっぱり農家の方々とやっぱりもうあれは電話じゃなくてやっぱりそういうネットを使ってやっておられるというようなことで、もう慣れだと思いますので、そう難しいことではやりだしたらないと。あるいは北海道のトマムですか、トマムニセコですか、前視察しましたときに、外国人がたくさんお見えになるインバウンドで、特に最初の頃ですけれども、食堂に入って言葉もなかなか難しいけれども、しかし慣れるうちにですね、それはもう商売ですので、簡単な横文字英語だけじゃなくてですね、そういうのはもう慣れで、もう本当にこう皆さんすっとこう慣れて商売できるというような感じでございますので、その辺ですね、私の年代になりますとどうしてもネットとなるとここを構えてしまうんですけれども、その辺のその導入の進め方ですね、皆さんへの随分協力隊の今回の方その方に長けていらっしゃるというふうなことでございますので。期待をしながらぜひ、着実に進めていっていただきたいなというふうに思います。ついでですので、もう今はもうクレジットカードじゃなくて、先日のテレビなんか見ておりますと iPhone でですね、 iPhone っていうのが、いわゆる電話ですね、これで携帯電話で決済するというようなことを、でそれも大手銀行がもう始めているというふうなことでございますので、本当にこういう分野のスピードはこう早いということでございますので、着実にですね、その対応を進めていっていただきますようお願いをいたしたいと思います。
それから最後になりましたが、学校統廃合についてでございます。まあ、以前から話のありました学校の統廃合でございます。まあ、人口減少が進行する中で、子どもが減少している状況下にあります。統廃合はやむを得ない時代の流れかと思います。そこで大事なことは、生徒数の問題だけを重視することなく、人間教育の場として求める教育がどんなであるかについても十分とご研究いただき、当市の特色を生かした学校統廃合に至さねばならないと感じております。まあ、いよいよ平成30年度、31年度の2年間かけて、検討委員会で慎重に審議し、結論を出されると聞いておりますが、改めて経過と今後の方針、また統廃合によって求める教育の理念についてのお考えをお伺いいたします。梅田教育長。中学校の再編についてのご質問をいただきましたけれども、昨日の帰山議員と同様のご質問でございますので、改めて同種のお答えをすることにご了承いただきたいと思います。その前にですね、まず中学校の生徒数の推移でございます。南部中学校ですけれども、224人、中部中学校が222人、北部中学校が132人、来年度はですね、こういった合計で578人の予定となっております。また、現時点での推計でございますが、5年後の2023年度には総数が535人と、まあ来年より40人強減りますし、10年後の2028年度には500人を切りまして、465人に減少する見込みとなっております。まあ、このようにして生徒数が前減をしていくわけでございますけれども、そうした中学校の再編につきましては、平成18年度に策定されました勝山市の中学校の望ましいあり方検討委員会の報告をもとにして、平成22年には市としての当初案といいますか、たたき台をお示ししたところでございます。そして地区別座談会、あるいは保護者との意見交換会を重ねました。その後ですね、それまでにいただいたご意見、あるいはまた当時の学校の現状を踏まえまして、平成25年にですね、一つの考え方を出したところでございます。まあ、それは中学校の再編については平成36年度から37年度を目途として検討を進めるということ、そしてそのためには平成30年度に中学校再編検討委員会を立ち上げると、そして31年度に結論を得ると、まあ、こういった方針をお示ししたところであります。新年度に入りましたら、早々にその委員会を設置し協議に入りたいと思っておりまして、年度中に、まあ、数回ですね、開催をしたいと思っております。まあ、最終的には具体的な再編の時期や場所、そしてより具体的なスケジュールについても協議いただきたいと考えております。その間、審議会にも審議経過についてご報告させていただきますので、そうしたご意見もいただきながら、31年度には市としての方針を決定してまいりたいと考えております。また、その再編によって求める教育の理念につきましては、まず勝山市において特色ある教育となっている ESD をさらに発展させていきたいと思っておりまして、中学校再編後はですね、それぞれの学校の特色を持ち寄って、生徒がより広く勝山について学び、ふるさとへの誇りと愛着心がさらに育まれる教育として充実していきたいというふうに考えております。また全国に先駆けて進めてきております英語教育につきましても、これまでの成果を充実発展させてですね、レベルの高い、まあ、勝山市ならではと言われるようなですね、中学校の英語教育を目指していきたいと考えております。まあ、その上でまた、今後校長会などとも十分協議しながら、特に勝山市が力を注いでいくべき、教育についてですね、新たな取り組みも検討していきたいというふうに思っております。まあ、学校再編等により生徒数は増えます。
そしてまた教員の、そこの学校の教員の充実も図られます。まあ、そういったことから、学校行事や部活動など、大いに活性化することを期待しておりまして、そうしたスケールメリットを十分生かした魅力ある勝山型教育を進める、新しい中学校像と、こういったものを目指していきたいと考えております。11番、立派な結論が出されますことをお願いをいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。